はい、ファイナルファンタジーレジェンズ実況プレイのパート24やっていきたいと思います。今度の目的地はパルガバードの山ということで、再び進めてまいりたいと思います。どこ行けないっけ行き方忘れちゃったな。あれか、洞窟に抜けた方がいいんだった。一回ちょっとねこっち側にね戻ってきちゃったんですよね。まああのいろいろあの鉱石集めたかったっていうのもあるんですけどね。見ましょう。フレンド上げたりとかで、あとその鉱石集めたりとかしばらくやってはいたんだけど、ストーリーでしばらく触れてなかったから、どう進めていいか忘れちゃった。どういう状態になってたっけな。とりあえずここの先でボスと戦って、この暗黒騎士のグラムが仲間になったっていうところを覚えてるんだけど、強いな。でもこの技はね、あのブレイブリーデフォルトから逆輸入だと思うんだ。もともと暗黒期にそんないろいろ種類とかなかったからね。
的はめんどくさいっすね。外してなかったか今。からだね。さあでは、進みましょう。国連がさすがにケアルラ1枚だと辛いな。ボスとかいるわけじゃないんで、これにしましょう。アビリティスロット増えた。どっちだ？MP アップかな。シーフ終わりました。まあ、一時的にだけど。レベル4まで伝えるんだね。まあ、レベル10超えてるのと白魔同士か。
もらえてもらえない。地獄の爪、イベント、ちょ、どこまで行くってのよ。イケイケアルバちゃんはさすがに限界よ。バルガバードは山頂にある。山の頂上に、なるほどね。三方を崖に守られた天然の要塞ってわけか。なら、なぜ帝国に滅ぼされたんだ。飛空艇か。そうだ、空からの攻撃は防げなかった。逆にね、自分たちも逃げ場ねえだろうしな。空から攻められたら、唯一の近く止められたね。いましたね。さあ、では入りましょう。バルガバード城。モーグルがいる。ん？南の山の向こうにはマグマが噴き出す熱い洞窟があるクポ。でもどこかで黒チョコボでも見つけないと行くことはできないと思うクポ。なるほど。そういうサブイベントもやっていかないとな。どっかに黒チョコボいたような気もするんだけど。
両脇の塔から見てるかな。中アイテムはなさそうですね。あ、宝箱があるぞ。宝箱から邪悪な気配を感じる。開けちゃおうか。まあ、セーブしてきてるしね。ん？呪いだ。そんな強くない。殴れば勝てる。知性の帽子、知性が上がらないんで、いやだいや、この塔も探索していきます。オーンドデビル。うん、こっちもそんなに強くない。シルマドス終了、エリクサゲット終了なんだけど、特別他にやるジョブもないんで、このまま一緒にましょう。アルバムもうちょいだね。なんかいる。だから僕開いちゃってんのしかねえな。浮きやかい。お、回復できて、トップもあると。でまあ特別新しく買いたいものはないっつうか、前行った街と内容一緒だね。じゃあさっきいた盗賊っぽい連中、ちょっとちょっかい出してみますか。なんだてめえら、あんたらこそ何をしている。へへ、聞くまでもねえだろ。お前らと同じくお宝を狙ってきたわけだ。一緒にすんな。あんたらみたいなコソ泥風情と一緒にされちゃ困るんだけどね。なんだと？立ち去れ。はい。
弱い。引き上げだ。あと大勢。あ、セーブポイント。てめえらか。俺たちの城を争うってのは。ここは我らが城だ。じゃあ、取り返そう。さすがに本気で来るよね。ほほほ。殴るな。オッケー。くれてやるぜ。こんなしけた城。お。ボス。そんなところに抜け道が。抜け穴か。どこに通じてんのかしら。グルグ火山だ。行こう。お、ジョブポイントゲットだ。オッケー。じゃあジョブレベル上げましょう。まずナハトは、戦士集中。ディアナも、シーフ集中。で、アルバが、どうしようかな。赤魔導士集中でいいかな。で、グレイブも赤魔導士集中で。バルビューダ、ジュストコール、エクスポーション。お、いいね。回復に行った方がいいかな。いや、ここで。テントでも張って休もう。はい。じゃあとりあえず今回はここまでにしておこうと思います。
さあ、でね、盗賊連中が、逃げていった方向にグルクカさんがあるみたいです。まず次の目的地はそこになるっぽいですね。早速行ってみたいと思います。ではファイナルファンタジーレジェンズ実況プレイのパート24、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。